女房に男があって、しかもその男に殺されたんだからな。あんな女だったけど、まさかあんな死に方をするなんて。あの方、さっきからずっとあなたのこと見てるのよ。そうに散歩する資格なんかないんだよ。疑ってる人はないんでしょうね。あなたが生きていけるんだったら、どんなに暗い人生でも一緒に生きていきます。でも子供たちを巻き添えにすることはできないわ。俺は君を裏切ったんだぜ。これ以上ひどい裏切りなんて考えられない。女房を殺した男がお前だってなんて。突き落としてあげましょうか。お前に殺されたら本物だ。ダメよ、そんなこと絶対にダメよ。私たちだけでいいじゃないの。何もかも知ってるのは私が知ってるからいいじゃないの。